も知らないが正しい知られるわけないじゃん。全部全部みんなみんな踊らされてあまじでくだらないよね。中には廊下体育館村生徒連れ下校昼休み殺到とかける噂話どれも当てられない。でももう知らなんてそんなのは言えない。叩きつける掲示板へ私から挑戦状お願い喉を叶えてくれる。そんな夢物語に出てくる王子様なんているわけがないでしょ。なんでこんなに気にしちゃうのかな。なんでちょうど私期待してんのかな。不可能飛び越え今すぐ届けに来てなんて無理だよね。朝昼ほらご眺めててもやっぱりやっぱりきっとぎと噂だよね。もう諦めちゃうよ。でももう知らなんてそんなのは言えない。ちょうど待ってなんでこんな向きになっちゃってんのかな。お願い喉を叶えてくれる。そんな夢物語に出てくる王子様なんているわけがないでしょ。なんでこんなこと嘘でしょ。無理なんだ今さら期待してたのは私のちょっと意地悪な気持ちなのに。嘘だよってでも